2020年7月19日、東急池上線池上駅の新駅舎が供用を開始しました。地上5階建ての駅ビルを備えた駅舎は、池上本門寺の門前町をイメージした作り。左上の列柱は、池上本門寺のお屋敷の万能をモチーフにしています。町の発展に資する駅舎として、今後、店舗や保育園などが入居します。新駅舎では南口も整備され、踏切を渡らずに駅へアクセスすることができるようになりました。北口、南口ともにエスカレーター、エレベーターを整備。ただし、北口のエレベーターは2基ありますが、商業施設未開業のためか1台のみ共用のようです。こちらは商業施設の搬入口でしょうか。まだ未完成のようです。駅舎内はこちら。長屋をイメージしたと思われる庇が飛び出しており、門前町の賑わいを演出しています。通路の壁には、池上駅の工事や池上線の混弱を写した写真が散りばめられています。通路を奥に進むと、改札口。券売機は3台設置されています。その脇には伝言板が。駅長のコメントの周りに寄せられた祝いの言葉がいいですね。改札内に入ると、木材をふんだんに用いた温かみのある空間が広がります。もちろん、ホームへもバリアフリー設備を管理。一方、こちらは工事用の仮囲いが。商業施設開業後、通路として利用されるのでしょう。ホームに降りると、こちらも、モダンな空間に一新されています。ホームのベンチは、壁と一体化した作りになり、木のぬくもりを前面に押し出したデザインです。新駅舎の開業により、構内踏切は廃止。これにより、東急線から構内踏切は消滅しました。こちらはバスターミナルと仮駅舎。新駅舎開業までは、駅の北側に小さな駅舎が1箇所あるのみでした。こちらが旧駅舎。五反田方面行きホームへは、奥の構内踏切を渡る必要がありました。五反田駅が到着すると、到着した電車に向かって、急いで踏切を渡る乗客の姿も見られなくなりましたが、安全性は向上しました。現時点で、踏切は遮断管が撤去されただけですが、今後、踏切そのものや、踏切奥の木造屋根も撤去されることでしょう。上下同時に接近したため被ってしまいましたが、接近放送が一新されているようです。男女とも、東急線では聞き慣れない声ですね。